何か妖怪？変わらぬ愛を知る絵本。作画、森のひげる。あるところに困った子供がいました。宿題は？終わったよ。お部屋は片付けた？片付けたよ。みな嘘です。二人は嘘をついて、いつもお母さんを困らせます。あれ、まあ。二人は届け物に出かけていくと言って、外に出て行きました。届け物というのは嘘で、不思議な家を見つけたのです。ドアを開けると、何か妖怪？すると、いろんな妖怪が、こんにちは。ここは妖怪が住むお家だったのです。オーマイガー。怖がらなくていいよ。みんなでご飯を食べましょう。なんか嫌な予感だな。ご飯を食べると、あら不思議。お兄さんには耳が、妹にはくちばしがにょきっと飛び出しました。ジュースでもどうぞ。飲むと二人は狼とキツツキになってしまいました。やだな。それがあなた方の本当の姿です。さあ、お家に帰ろうね。優しくお見送りをしてくれました。いやいや、これで帰れないのか。ママ、帰ってきたよ。開けて。ごめんなさい。僕たちは本当はこんな顔だったんです。ママのこと思ってたけれど、本当は狼とキツツキの顔をした嘘つき妖怪だったんです。何言ってるの？どんな顔だった？あなたたちは私の子。狼危ないぞ。いい人だね。パカ。はへ。またいつでもおいで。見てみな。おしまい。作る励みになりますので、チャンネル登録お願いします。制作、ひげらくず絵社、昭和日本、レトロ話。